はい、皆さんこんにちはこんばんは今日はサムネにも書いてますようにクレヨン画のちびっこイラストレーターということですごくすごく的を絞ってお話をします先日からもチャット GPT の GPT 図を使って僕はいろんなイラスト関係のソフトを皆さんに動画で発表してきましたサムネイルを作れるやつとかですね ミュージックビデオの一連のスライドショーをうまくストーリーを立てて作る方法こんなのをいろいろ紹介しました今画面の左にありますように GPT もこんなたくさんですね作っていましていいのもあればまあ失敗かなというのもあったりしていろいろ楽しくやっています早く GPT ストアの内容が アナウンスされないかなというふうに期待して待っています。そしてここにラーメンの絵がありますけれども、こんなような決まったテイストですね。ちょっと下にスクロールしますけれども、ライオンですね。子供。ケーキ。こんなふうにですね。簡単、明瞭にですね。そしてテイストが同じもの。チャット GPT のダリー3なんかを使うとどんな絵も描けます。 でも、どんな絵も描ける代わりにですね、今、いいテイストができたなと思っても、Generate ID, G-E-N-I-D というふうに言いますけれども、その Generate ID を聞いてやったところで、なかなか同じようなテイストが出てきません。それなら、今回、このクレヨンがちびっこイラストレーターというのは、 世間ののすべてて人に受け入れられらるとは全く思っていませんでも僕は IT やとしてのアドバイスとしてこれから GPTs を作ってそして皆さんに発表していくような方は何でもできるこれすごいだろうというのはあまりおすすめをしません今回皆さんに紹介するように特化したものができて 操作が簡単これがとっても便利ですからこのちびっこイラストレーターは「油絵描いて」と言ったら「油絵描けません」と言いますちょっとやってみましょう「油絵描いてくれる」というふうに聞きますはい私のテイストは独自のクレヨン画だけ描いていますごめんねクレヨン画で何かお絵描きしましょうかこんなふうに拒否ってくるんですね このような作り方を僕は GPT 図に命令をしています。なぜかというと、これが複雑であったら油絵にしましょうかとか水彩画がいいですかとか言わないといけません。で、言うたびに画風が違って水彩画の中でもやっぱりテイストというのがあるんでですね、僕は子供が描いたようなクレヨン画しか描かないと。そしてこれはちびっこイラストレーター。 というね一つのキャラクターというものを持たせてできるようにしていますそれではニューチャットで始めてみましょうスターターにこんにちはイラストお願いねというのがあるのでこれを押してくださいすると画像作っちゃいます毎度何の絵を描きますかこんなおっさんの声じゃなくちびっこですからですねもうちょっと可愛らしい声で返答とかしてもらったらいいのかもわかりませんね まあ、こんな感じで挨拶をしてくれます。じゃあ、ここでパソコンという風に書いてみましょう。はい、絵を描き始めました。はい、出来上がり、またの依頼を待っています。という風に、先ほども言ったように、これはクレヨンがしか描きません。じゃあ、今度はカレーライス。ちょっと日本のカレーライスとは少し違いますが、こんな感じに、 カレーライスを書いてくれました。どんどん行きます。アリさん。これは、ひらがなで言った方がいいのか、漢字で行く方が理解しやすいのか。アリって言ったら、いろいろ日本語では解釈が違ったりしますので、まあ、こんな風にしましょう。できましたね。今度は人物を書いてみましょう。男の子が滑り台。こんな感じです。はい。こんな感じになりました。ですから、 これは使ってもらえるところといえば保育所の先生保育所の先生ですよ聞いてますかもう用途限定ですけれどもでもこういう需要って僕はあるなというふうに思ってるんですですからこの画風というのを絞って例えば GPT ストアこういうところでですね自分の欲しい GPT 図それを使えばいいだけのことですよねだから 油絵というのであればもう油絵専門鉛筆画といえば鉛筆画専門そんな風になったらですね各そういううういいいいお仕事をししててらっっゃるるよよなな方ににととも思いませんか僕はウェディングプランナーさん専用とかですねケーキ屋さん専用とかですねこういうイラストを一つだけのテイストにして GPT をいいっぱいですね、増産して皆さんに使ってもらおうそういうような準備をしていますまた今日の動画を見てですねチャット GPT+ プラスの月々3,000円というのに入るほどでもないかなというような方がおられましたらイラストの依頼というのもしていただけるように動画のコメント欄の方からそういう依頼というお話も 聞かせていただくこともできるようになっていますのでご遠慮なくですねそういう風にしてください手頃な価格でですね皆さんにイラストを提供できればなという風に思っています僕はこのようなノウハウでこの GPT 図ができた11月7日この辺のところからもう大量に研究をしていましてこういうインストラクションを 設定すればどんな絵を描いてくれるかというノウハウがいっぱい溜まってきています皆さんチャンネル登録などをしていただいてですね皆さんのご意見を聞かせていただいてこんなタッチのものを作りたいとかですねいうことがありましたらご相談にも乗っていきたいなと思いますでも最初に言いましたようにこれからは自分のオリジナリティを出すことが大事です そうでないともう何でもできる AI ですから幅が思いっきり広くなりすぎてですね誰に使って欲しいいのかというとうころがなくなくってしまいまいす。この誰に使って欲しいか、これは僕はチャット GPT だけの話ではなくって僕の本業は音楽ですけれども誰に聴いてほしいのか例えば子供向けのソングなのか。 クリスマスの時にだけ聞いてほしいのか、クリスマスの時期になったらですね。一番人気は山下達郎さんですよね。この何年間かは、若い人も昔の人もみんなですね。山下さんのクリスマスソングを聞きたいと。これはずっと変わらない需要があるんです。こういうことをヒントに、皆さんも GPT 図に工夫をしてもらったらいいと。 そういうヒントを今日は最後にお話しして僕の解説にしたいと思います。ありがとうございました。